はい、皆さんこんにちは。株式会社ミマのミマコンスケです。八尾の不動産マンション情報を、独断と偏見でお伝えしたいと思います。あくまで私の個人的な感想ですので参考程度でお願いしますね。メリットいいところをお伝えしたいと思います。デメリットは会社の方に直接聞きに来てください。それではどうぞ。はい、クレスタ八尾東フェリッツィオという名前のマンションです。外環状線と25号線の交差のところ、八尾市の四季駅から徒歩で3分という立地です。地上10階建ての63戸のマンションです。そうですね、ペットが飼えます。で、オール電化マンションですね。南向きと東向き、駅へやっぱり3分という近さが魅力かもしれません。学区は四季小学校、四季中学校です。駐車場は63台確保してあります。四季から歩いていけるマンションの探しの方、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。